おはようございます。今日は3月25日日曜日です。で、今まだね、朝8時前なんですけど、やっぱりね、今日も仕事です。ただ、午前中、まあ昼過ぎぐらいまでかな、ちょっとね、いろいろ手伝ってほしいって頼まれてて、午前中だけね、ちょっと仕事今抜け出してます。で、まだ、朝飯食べてないんで、安定のね、ここわからんか今から朝飯食べてきます。朝飯はお決まりのここで、今日までのクーポンがあるんで、これね、いただいてきます。はい、チキンクリスプのコンビ、はい、ホットブラックで、はい、その他ご注文ございます。あとこれください。ありがとうございます。こちらのソースをお伺いします。両方ください。はい。ございます。次どうぞ。ナゲットのパッケージが変わった気がする。で、相変わらずソースは2つで。じゃあコーヒー早速いただきます。あち。うまい。しかしね、こんなにゆっくりしてる時間ないんで、さっさと食べて移動します。朝食終わったんで、次に移動します。目的地到着しました。ここね、八島のレグザムフィールド陸上競技場です。半日今日はここでお手伝いです。じゃあちょっと行ってきます。今日ね、シーズン前最後の記録会です。で、やっぱりシーズン前ということでかなりね、参加選手が多くて、で、審判の数が足りないから今日は半日お手伝いです。今日はね、風も少なくてすごい天気も良く、コンディションはね、最高だと思います。ようやく終了したので今から帰ります。いや、しかし疲れた。よいしょ。いやいや、しかし暑かった。はい、じゃあ帰ります。